ここで皆様に素敵なお知らせがございます。なんとですね、人気のエンメティから最新作、今日はこれをお届けしたいなと。エンメティって聞くと、ライダース。そうですね、もうライダースイコールエンメティぐらいの、エンメティのやっぱりライダースで皆さんもうお持ちだと思うんです、ただこの昨今のメンズのムードみたいなものを考えると、この形はなくしてはならないという形があって、それが今日紹介する、ボンバージャケットみたいな形です、ね、ボンバージャケットっていう名前にちょっと馴染みがないんですけど、襟がないタイプで、ちょっとねスタジャンみたいな感じかな、分かりやすく言うとこれです、リブになってて、袖口もそれから裾もリブですね、通常のモデルはタイラーっていうんだよね、だけどそこに BR ベッジをしてるので、今回は覚えていただきたいのはタイラー BR です。なるほど、これはタイラー BR なわけですね、で何をやったか、ベッジポイント、まずはゴールドジップにしてます。もうこれはね、そしてこのボディのサイズだけ、タイラーというこの形、通常のものよりは2サイズ上げてます、そして2種類実は素材を用意してまして、一つはナッパマンガ、ちょっとね珍しいんだけどね、よく見るとシボなんですね、シボレザ ー、この素材感があるポコポコした感じの、そうだね、このシボのレザーっていうことと、あとこの柔らかさ、これ今びっくりしたんですけど、すごい柔らかいですね。柔らかい、育てた後かのような柔らかさがありますね。そうだね、本当にイタリアのいいレザー、気持ちいい、これがナッパマンガですね。そして柔らかいから当然落ち感もあります。だから、着た時のこういうねちょっとドレープが出ます。これが1980年代とか90年代のイタリアのレザーブルゾンに代表されるような雰囲気なんだよね。ちょっと一回着てみます。お願いします。ここに用意されてるのは46、48、実際は42から50のサイズなんだけど、僕に合うだろうということで46と48持ってきてもらいました、僕はだいたい46を着るんですけど、通常より多分大きめに見えると思います、こんな感じです。でもかっこいいですね、めちゃくちゃ柔らかい、着やすい、着やすいですか、着やすい、着ている感じもやっぱり普段の46よりも大きいですか。ちょっと大きいですね、ボディに関しては、袖口とか袖の長さとかに関しては通常のものとそこまではね違和感ないと思います、もちろんエンメティのライダースって、洗練された上品さとか感じるんですけど、でもどこかハードさあるじゃないですか。そうだね、それがいい感じにちょっとカジュアルになってるというか、あと柔らかさかもしれないですけど、ボンバージャケットっていうのはちょっとミリタリーブルゾンに近い感じだよね。リブが入ってて、ここリブでここもリブで、MA1 もボンバージャケットのタグに入るからね、やっぱりね。あとポイントはラグランスリーブだということで、より動きやすいんだよね、ここに切り返しがないからこその可動域が、可動域が広いわけですね。そうだね、あとはやっぱ車乗る人多いじゃない、BR ユーザーって、だからこれねドライビングブルゾンとしても使えるんじゃないかなと思いますね、でこれ今一応46着てるんだけど、48も着てみます。今の感覚でいうと48を着るのも全然おかしくはないので、印象結構変わりますね。これでもいいね。私結構こっち好きですけどね。そう、難しいところだよね、普段のライダース着るのも僕悩むぐらいなんで、皆さんどういう着方で、お好みで、着ていただいて、そして、同じ形でナッパリラマット、同じゴールドジップですね、ただ素材が違うんです。これ、これまた気持ちいい。0.7 ミリなんだけど両方とも、こっちの方がマットな感じでね、全然毛穴がない、本当に綺麗な高級なレザーって感じがしますね。そうね、ちょっと男っぽくいくんだったらこっちかな、やっぱりね、綺麗めにいくんだったらこっちです。ちょっと白も着ていただいて、これはねちょっともしかするとね、サンプル僕に大きいか50なんで、2サイズぐらい大きいんでちょっとあれだけど、イメージだけ、こんな感じですね。でも確かに上品さが加わる気がしますね、上品に行くんだったらこっち、僕はこっちですね、どっちかっていうと、こっちティガさんかな。そうだね、ということで今日は最新のね BR ベッチュのエンメティ
ボンバージャケットタイプをご紹介しました、うん、はい、こちら全部予約受注。そうなんです、はい、今回予約受注販売となっておりまして、はい、まずちょっとお値段いきたいんですけれども、はい、ブラックの方、はい、こちらが税込み19万2500円、そしてアイボリーの方が19万8000円となっております、はいはい、でこちら実は本日8月2日にですね、すで、はい、に予約が始まっております、うん、本日12時から始まっていて期間は13日までとなっております、はい、この期間に予約をしていただかないとこちらのアイテムを購入することができないので、うん、皆さんぜひこの期間の間に予約をしていただけたらと思います。サイズでね、多分ね迷う人出てくると思うんだよね、はい、まあ、ボディが少し緩くなっているという認識をちょっと入れておいていただけるといいと思いますね。うん、通常46買ってくれる人は46でいいんじゃないかなと思って、ね、はい、ちょっとオーバーで着たいよっていう人は、まあ、サイズ上げてもいいかなという感じです。サイズがですね42から50まで、はいはい、結構まあ幅広く準備はしておりますが、やっぱり皆さんサイズは悩むじゃないですか。これはね今回悩むと思うね、うん、なので BR ショップに行っていただければ、うん、サンプルをご用意しております。あ、じゃあそこで着比べることができるってことね。できます。 BR ショップでもそのまま予約していただくことができますし、うん、もちろん BR オンラインでも予約していただくことが可能ですので、うん、皆さんぜひこの期間に予約をしてください。ぜひ、はい、お楽しみにということですね、うん、はい、これはねでもね着こなしの幅がちょっと広がりそうなんで、ぜひ皆さん取り入れてみてはいかがでしょうか。ちなみに軽くどうやって着るのがかっこいいとか、個人的にはいつものスタイルでいいと思います。なるほど、ライダースだったものをこれに変えるぐらいでいいんじゃないかな。ライダーさんはどっちかというとタイトフィッティングバシッと切ってるイメージじゃない、で男っぽさが出るんだけど、これはまた違うちょっとだけ緩さが出るっていうところがポイントかな。あとスポーティーさ加減が加わるから、ライダースだったものをこっちに切り替えてみてはいかがでしょうかという提案ですね。なるほど、はい、これだけで空気感変えられますので、はい、ぜひ皆さん13日までに予約をお願いいたします。はい、